はい、どうもこんにちは、プロウクレレ講師兼、プロウクレレ講師養成人の粟田優作です。普段はですね、YouTube にね、チュートリアル動画っていうんですかね、まあ結構短めにサクッと見れるチュートリアルのウクレレに関する動画とか、あと、ウクレレの演奏の、コンサルタントですかね、まあ例えばプロデビューを目指している、まあ今ってプロデビューしなくても、まあ、発信は自由にできるので、そういう方のお手伝いとか作詞作曲も含めて、まあ、いろんなことをね、音楽業務のことをやってるんですけど、はい、であとまあ教室を持ったりしてます。でですね、今回はちょっとお話したいことが、出てきたんですけど、出てきたとか毎回そういうテーマでねやってますけども、メールマガジンを僕やってます。どんどんウクレ読むだけでどんどんウクレレが上達するメールマガジンっていうのをやってて、でそこでね、あのアンケートを時々取らせてもらってます。で、本当にね、いろんな方からアンケートもらいます。いろんな世代ですね、まあ大体50代60代の方が多いんですけども、先日すごく僕の年齢に近い方からアンケートいただいて、とてもね嬉しいお声をいただいたんで、それをご紹介していきますね。でまあそのご回答を見てすごくね、この姿勢ってすごいいいなと思ったんですよね。こういう姿勢で楽器とか音楽とかに取り組むことがすごく大事なんだなと思って、なんか目から鱗でした。正直こういうふうに考えてる人がいると思ってなかったんでね。で僕はだいたい質問する項目っていうのがあって、今ウクレレの練習得に関して一番悩んでることは何ですかっていうことで、まあ、一応その回答してくれた、じゃあ T さんにしときましょうか。 T さんは、まあ、一応一個だけ練習時間が取れないっていうところにチェック入れてくれてました。あとまあなんか楽譜を見ながらないと弾けないとかね、弾き語りできないとか、コードチェンジが遅いとか、メロディー演奏が苦手とか、綺麗な音が出ないとか、いろんな項目があるんですけど、まあその1個だけでした。練習時間が取れない。で、それだけでした。でその次の質問で、お選びになった選択肢をもう少し詳しく聞かせてくださいということで、そのまあ理由を聞いたんですね。で、そのご回答がすごく良くて面白くて、悩んでることっていう質問でしたけども、私自身は、まあ、要約するとですよ、ウクレレに対して悩んでおらず、練習しないといけないとも一切思っておらず、例えるならウクレレは好きな人、1分でも1秒でも時間があればウクレレを弾いていたいですみたいなお回答で、そんな感じでウクレレを始めて時間の感覚が変わり、毎日楽しく幸せで癒される日々を送っています。素晴らしいですね。で、自分のペースで少しずつ、誰とも比べず、昨日より少し上手くなった自分を褒めてあげますっていうことです。いや、これ目から鱗とはこのことで、皆さんね、そのできないことを悩むんですけど、まあ僕もそういうね、バイアスで質問しちゃってるんですけど、この T さんの回答っていうのは、その問題の本質を別の角度から見てる、すごい秀逸な回答だなと思いませんか？悩んでると言われますけども、私は悩んでない、練習 しないといけないとも思っていない、学校読めない、例えば学校読めないことも別に読めないとしても気にしてないとか、リラックスして弾けないとしても気にしてないとか、そういうことだと思うんですよね。で、これが、まあ、もっといいのが、昨日より少し上手くなった自分を褒めてあげるとか、そのセリフっていうか、そのお答えが、これって共有しておきたいなって思ったんですよね。これ何でも、なんていうのかな、僕も仕事で、まあ、やっぱり糧を、生活の糧を得るために、作業ってあるんですよね。まあ、演奏以外の、例えばこう、教材販売するための
準備とか、まあ、そのサイト作りとかあらゆることをね、まあ、今現在一人でやってるので結構困ってるっていうか、うまくいかないなってことあるんですけど、ちょっとずつ進めればいいかなって、うん、いうのがすごい勇気づけられたなと思います。で、いろいろとすごい思いが詰まってるお答えをいただいてるんで、まあ、全部ちょっと紹介できないんですけど、あともう一つすごいよ、これすごい人だなと思ったのは、あなたの人生の中でこれだけは譲れないものは何ですかっていう、まあ、ちょっとこう、まあ、将来というか、まあ、ざっくりした質問をどなたにも投げかけてるんですけど、でそれの答えが、一般的な誤解答だったら、ちょっと探すしょ、ちょっと前後の人見ると、例えばですけど、譲れないもの、例えばですけども、頭を固くしてこだわりとか譲れないということをなくしたいとか、あとは、そうだな、何がある、英語とか、なんか、まあ、書いてる方もいるし、自分が自分であることです、自分の本当の心を誰にも渡しませんっていう感じですね、まあ、ちょっとざっくりした回答であったり、そうですね、あとは、結構なんていうのか、具体的な回答が多いんですけど、ちょっと待ってくださいね、家事や、車、あ、家、車、自分を支えてくるものを大切にするとか、まあ、すごく自分の守りたいものっていうのかな、そういうものを書く方が多いんですけど、まあ、それで全然僕いいと思って、それ自体は全然否定するつもりないんですけど、この今回のご紹介したい方の回答が素晴らしすぎて僕は感動してるんですけど、その答えが、与えたい人なので譲れないものはないかもしれませんって言うんですよね。これすごくないですか？与えるっていうことが自分の使命だから、まあ、基本的には全て譲っていきますよって、譲って自分が損するものはないですよっていう精神なんですよね。でこれってなんかこういう言葉あるんですよ。ギバーとテイカーっていう言葉があって、ギバーは与える人、テイカーは奪う人。で例えばギバーの例で言うと、僕のその仕事で言うと、まあ、無料で公開するようなレッスンとか、とても例えば100円とかで販売してるようなレッスンとかもしあったとしたら、そういうものですよね。もう基本的には全て公開しますよって、もうあなたたちにあげますよ、もうどんなものでも僕が持ってる知識とかノウハウを全部あげますよ、まあ、これがギバー、まあ、最高のギバーですよね。であとテイカーっていう方は、まあ、例えば僕のコンテンツを、無料で、まあ、受講してくださいねと言ってるんだけど、とにかくもうもらえるものはもらっていこうとか、ただでもらえるものはもらっていこうっていうことです。で例えば、そうですね、まあ、お金一切払いたくないと、まあ、もう無料のものでやれるものをやりたいっていう、自分はもうもらう側にしか回らないっていう、まあ、ちょっとなんていうの、言い方悪いですけど、搾取じゃないけど、もうギバーに群がる、すごくちょっとこう、ケチな人っていうのかな、そういう感じなんですよね。で、今回のお答えがギバーってすごいね、やっぱそうあらねばなって僕も最近思ってたところなので、すごい僕の心の中にも響いたんですよね。で、そういうね、姿勢でいるとね、やっぱりね、返ってくるんですよね。もうこっちも返したくなるし、サポートしたくなるし、何かしら、その人の役に立ちたい、ギバーの方にはギブで返したい、まあ、2倍3倍で返したいみたいな、
気持ちになるんで、こういうね、まあ、今回2つトピックとして僕が挙げたかったのは、悩む必要はないとか、ウクレレ演奏に対してそんな悩む必要ないんだよって、練習しないといけないと思う必要もないんだよとか、今の自分、昨日の自分、ちょっと前の自分より一歩でも二歩でも進んでたら褒めてあげたいっていうね、そういう姿勢忘れかけてましたよね、僕自身もね、それがまず一つと、もう一つは与えて与えて与えない、与えたいので譲れないものはないっていう、その心のスタンスですよね。それをね、聞いた時に、すごいなと思って、人間的にすごいなと思いました。まあ、こういうアンケートって、一応プレゼント動画っていうのをつけてるので、適当に答えてもいいわけですよね。適当に答えて最後に回答終わったら、すごい役に立つ資料を用意してるので、それあげます、それプレゼントしますので答えてくださいっていうことだったんですけど、そうやって、真剣に回答してくれて僕も本当に嬉しかったですし、ほとんど、もうその別の方なんてもう適当に答えてたんで、こんだけ違うんだなって、人に一つのことに対して回答する時の姿勢、そう思いましたね。なんか一言、何ってね、どうしても成し遂げた夢はありますか、一曲完璧に演奏したい、取り組んでいる理由を教えてください、なんか楽器を弾きたかったから、僕の、動画に興味を持たれた理由は何ですか、なんか他のと違ってたからっていう、なんかすごいこうもうちゃっちゃと変えたような、やっぱそういう姿勢の方はテイカーなのかなと思っちゃうんですよね。でもそれはそれで生き方なんでいいんですけどね。やっぱりこう真剣にっていうか、本当に心に届く言葉を書いてくださる、僕自身も本気でメールマガジン毎日ではないですけど本当に発信してる身としては嬉しいことですね。こういう、姿勢をね、一つ持ってもらって、ウクレレに限らず人生にも生かしてもらえたらなっていう、ちょっと大きなことを言いましたけども、ぜひ共有させていただきたいアンケートの回答だったので今回紹介してみました。メールマガジンに登録していただくと、こういったね質問であったり、それ以外にもいろいろ日々役立つ、すぐ役立つような、テキストと、大体動画をつけてたりするんですけど、そういうメールマガジンを発行しておりますので、ぜひご登録ください。あとユーデミの方で、ユーデミ知ってますかね、オンラインの動画教育プラットフォームなんですけど、そちらでも教材をたくさん出してますので、ぜひ試してみてください。メールマガジン登録してもらうとね、クーポン、もうすごく最安値で買えるクーポンとかもう時々発行したりしてますので、結構お得に受講してもらえるかなと思います。はい、それでは、ぜひ、お元気でお過ごしください。ウクレレ講師の粟田優作でした。